時刻は7時51分です。おはよう前橋からお送りしております。さあ今日12月12日は漢字の日、毎年恒例の今年の漢字が京都の清水寺で発表されますね、うん、これは1995年から始まっていて、うん、今回で25回目ということです。ちょうどあーちゃんと同じ漢字の、あーちゃんが生まれた時に今年の漢字が始まったんだなという、はい、そうですか、はい、ことなんですよ、うん、ただそれを言いたかったところなんです。そうですか。だからそこに何のオチもないし、うん、広がりもないとないということなんです。そうですか。さあというわけで今日は2時ぐらいからね、午後の2時ぐらいに発表されるということなんですけど、うんうん、今日はメールのテーマがこちらです。今年の漢字予想。はい、皆さん今年どんな漢字予想されますか、うん、ということで、うんうんうん、豊さん今年は何の漢字が来ると思いますか。もう霊ですよ今日、今年は、はあ、レイワーで霊霊ですよね。めっちゃ見たもん。めっちゃ見ました。めっちゃ見るでしょ、ね、皆さんの予想を。あ、違う、レイという漢字を。ああ、なるほど、ね、だってそれは見たでしょ。そうですね、もう目にし始めてるわけだからずっと、うんうん、ね、うんうん、ね、流行語にはならなかったですからね、うん、流行語に令和のなかったので、うん、でもノミネートされたんでしょ。うん、ノミネート30にもされたし、うん、トップ10にもなりました。そうでしょ。ただ大賞にはならなかった。ほらほらほら、 そうですか。これはあり得るでしょう。今年の漢字はやはり令和一発目の漢字ですから、うん、なんかその辺が良くない、ですよね。ただやっぱり多いのが、うん、2018年と同じように、うん、災い、災害が多かったので、災っていう字がねやっぱとにかく多かったですね。なんで令和なのか災害の際なのかどちらかなのかっていうのが結構多いという。皆さんはどんな予想をされますか、はい、今日は今年の漢字予想でお待ちしております。時刻は7時53分を回ります。いってらっしゃい。は8時15分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と木村優太子です。よろしくお願いします。さあもう日も出てきて、はい、今日はとてもいいお天気ですね、はい、うん、日中の最高気温16度まで上がります、はい、ですがね、もう朝晩と寒いでございますので、うん、暖かい服装でお出かけください、はい、うん、さあそれではここでお知らせがあります、はい、はい、昨日も発表がありましたが、うん、今年1年もおはよう前橋からを聞いてくださり、うん、ありがとうございました。まあまだ終わってないんですけど、なんか終わった感じで読んじゃった、うん、もう終わりですか。いや、まだあと20日ぐらいあるのでお付き合いください、うん、感謝の気持ちを込めまして、はい、パーソナリティの私あーちゃん、そして色男の月曜日金曜日担当コセンちゃん、火曜日担当アッシさん、水曜日担当サトシさん、そして今日いらっしゃる木曜日担当のユタカさんからリスナーの皆様にクリスマスプレゼントがあります。その名もお墓からクリスマスプレゼント企画2019です。ほう、2018やってないのにこの感じだと2020もありそうな感じになってくるから数字入れないでほしいな、うん、しかも2019とは読まない、2019とかっこよく読む。いいだよ、2019でいいだろうはい、でこちらなんですけど、はい、来週の16日月曜日から20日の金曜日の5日間、うん、色男たちが、うん、毎日ですね各2つのキーワードを言っていくんです。はい、はい、なので5日間なので計10個になりますね、うん、の言葉を皆さんこう書き留めてもらっていて、うん、それを集めて並び替えると、うん、ある言葉になるんです、はい、例えば、うん、その言葉が並び替えた後にメリークリスマスだとしよう、うん、そうしたら豊さんの木曜日の日は例えばめ、キーワード今日言います、めとりですみたいな。なるほど、はい、はいはいはい、それが曜日ごとに違う、それ集めてもらって言葉になる、うん、これを答えて正解された方の中で抽選なんですけど、うん、プレゼントがもらえちゃうという、なるほど、そういう企画になっています、はい、で色男の皆さんとあーちゃんもね、うん、各自プレゼントを出すという、うん、ことで豊さんも今日先ほどいただきましたので、うん、そこにサイン入れていただいて、はい、お渡ししていただきたいなと思います。はい、はい、でさらに今回お墓をいつも聞いてくださってるという、うん、バイクで有名の川崎プラザ前橋様が、うん、この企画になんと賛同してくださいまして、あらあら、
2020年の川崎レース写真カレンダーを3名の皆さんにプレゼントするということで、はい、これはありがたい限りですよね、はい、で希望は受け付けないんですけど、うん、まあ、誰かのプレゼントが当たる、なるほど、ということです、はい、締め切りは24日火曜日のクリスマスイブ、お計らが終わった朝9時の締め切りとなっております。あ、はい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 、で、うん、発表が次の日の25日水曜日クリスマス当日、うん、さとしさんの日に発表になります、はい、うん、詳しくはホームページにも載っておりますのでぜひチェックしてください、はい、豊さん楽しみですね。いや別に僕はもらえないので、豊さん応募していいんですよ。応募していいの、うん、いやいらねえかな。なんで、あ、今分かってるのはさとしさんの商品だけ今分かってる、うん、なんとさとしさん家の田中屋のお餅、うん、1キロ、うん、4名の方にプレゼントするそうです。あら、欲しくないですかこれ。言えばくれるだろ俺には。夢がないな、あげないよって言ってるよ多分今焼きまんじゅう焼きながら。ざけんなよ。豊かになんかあげないよ。くれよ。来週、多分来週いないのか、だから置いてあると思うんだよね、うん、明日持ってきなっつって、サトシっつって書いてある、置いて置いて、かっこ豊か以外ねって、なんでだよ、豊か以外みんな食べてねって来ると思う。はい、というわけでね、はい、ぜひ皆さん、来週からキーワードを出しますので、はい、ぜひホームページチェックしてください。よろしくお願いします、はい、お願いします。では今日のメールのテーマに移りましょう、はい、お願いします。今日は今年の漢字予想。はい、今日は今年の漢字予想。今日12月12日は毎年恒例の今年の漢字が発表されます、はい、京都清水寺で発表されます、はい、うん、なので皆さんにね、まあ、予想していただこうということで、うん、ラジオネーム太った塾講師さんからいただいております、はい、皆様おはからです。です、おはから。失礼、うん、自分は漢数字の1だと思います、うん、1、理由は令和1年、あ、ラグビーワールドカップ日本代表のワンチーム、うん、イチロー選手の引退、うん、わすごいな、と新一万円札の肖像画が渋沢栄一さんに決定だそうです。あ、まあ、割と1が出てきてるか。本当だ、そうだよね、イチロー選手も引退されましたし、うん、渋沢栄一さんもね、うん、確かに栄一で、うん、あの富岡製糸場の、うん、あのもともと渋沢さんが農家の方で、うん、そう山陽とか山種とかにすごく詳しかったから、うん、富岡製糸場を作るにあたってすごく携わった人なんで、群馬県にもゆかりのある人だ。へー、そうなんですよ、調べてみると本当にそうで、うん、めちゃくちゃ群馬県に結構ゆかりがあって、深谷だけじゃないっていう。そうなんだ、うん、パリ万博に行ったってことしか知らねえな。パリ万博って何？いや、後で説明する、長くなる。分かった、今言わなくて、うん、そっかそっか、うん、じゃあ今度やるので、うん、太茶塾講師さんは関数字の1、うん、あー、これは来そうですね。 あるかもね。ハレルヤハレルヤさんも、うん、あのシンプルに関数字の1ですと、うん、今年から令和が始まり1年目、そしてパレードもやっちゃうくらいラグビー一色で、うん、流行語もワンチームだったから、うん、確かにこれ調べてみたらこの漢数字の1やっぱ予想多かったですよ。あ、そう、うん、1か、まあそうか、1もあるな。1もありますね、うん、歴代ないですよ、うん、1って、うん、漢数字の1なかった、調べてみたけど、ないですね。2001年ぐらいなかったのかな。2001年はね、戦うですね、戦。なんで？あの米国同時多発テロがあった。あ、そっか、そうだ、あった、そうだ、確かに、そっちのインパクトまで。世界的な不況との戦いなど、そうだそうだ、あったので、残念ながら違います。う、うん、この辺ありますね。じゃあ続いて酒太郎さんからもメールいただいています。今年の漢字と、うん、あのお計らで当ててくれてます。はい、まあ木曜日担当のお計ら的には、うんうんうん、孤立の子か独身の毒でしょうか、うん、豊か君だと、うん、中毒の毒、うん、それとも悲しみ、うん、って来てますよ。4つも来ちゃったね、豊かさん宛てに感じが、うんうん、本当にこの4つを見るとなんか悲しくなってきます。なんで豊かさん、旗から見るとそういう思いだと思われてますね。嘘でしょ。そうですよ、孤独で
孤立してて毒がありちょっとこう悲しい人みたいな。そうかな、うん、だってまた旗から見ると孤高の天才みたいでかっこよくない？前向きだな。いや得てしてさ、うん、みんなこうすごいやつってのは割と孤立しててさ孤独だったりするじゃん。中田の秀がそうだったじゃんか今思えばよ、ね、中田の秀さん、うん、孤軍奮闘みたいな一、うん、人戦うみたいなさ、うん、やっぱあるから、うん、なんか別にこう漢字自体に悪いイメージはないというか、うん、ねえさけちゃんね、うん、多分いろいろと多くて言ってるでしょうねそしていそひは25歳かと、はい、曲がるか角か、おい、あ、ね、お肌の曲がり角とか言いたいんですか？曲がってるし角なんか遠に過ぎたよね。ねえ本当に何なの？老けたよねでも ねやっぱ本当にひどい。初めて会った子2年ぐらい前から見るとさ、そうですね、やっぱね老けたと思う。だから老いるっていう字だと思う。ね本当にもうひどいよ。いやでも結構自分でもそれを思ってて、あでもみんな優しいんですよ。老けたとは言ってこない。そうでしょうね。綺麗になったね、大人っぽくなったねって言うんでしょう。って言われて、違う違う違う、特に今前髪を流してるんですよ。違う違う、そこじゃないんだよいやみんなありがとう、そこじゃないの磯彦、ね、違うんだよ、ね、違うの、ね、そうなんですよ ね、 やね、いやいや違う違う、褒めてるんじゃないの褒めてるんじゃないの、私も前向きにポジティブだな。いやラジオを、ね、やってから落ち着いちゃって落ち着いちゃって、あらあら、なんかアイドルをやってる自分に最近ちょっと大丈夫かなって感じちゃう、なんかパーソナリティになってからこの2年ちょっと変化があって、そうちょっと、ね、気持ちもってこと、気持ちも見た目もなんか落ち着いちゃってあれ私ツインテールする場合じゃないわみたいな、そうだから最近ちょっとツインテールができてなくて、なんかもっとキャピキャピ感が本当になくなっちゃって、あら、そうなんですよ、困りましたね、困りましたね、みんなそれを求めてるわけだから、そうですよね、アイドルとしてはね、そうですよね、どうしたもんだか、どうしたもんだか、不器用だから両立ができなくて困りましたね、頑張ってください。あとコセちゃんはね、文庫の子、うん、とか売るとかガレージセールとかだったかな、あ、はい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 、あとアッシュ君は冷却の霊、はい、でサトシさんは嫁とね、私何かあるかなと、サケちゃんは多分、あ、おいだって、おい、あ、一緒じゃん、一緒じゃん、仲良し、うん、仲良しだ、さっき続いてトゥーパンプスさんからです、はい、今年の漢字、明るい話題ならつわもの、うん、ラグビーワールドカップで湧いた一年を象徴する、うん、ビーズのつわもの走るが耳に残っています、うん、ちなみにヘイ走るではないのでよろしくお願いします。うん、難しいね、確かにね、あーちゃん確か前ヘイ走るって言うんだああそうですか、そう、多分私へい走るって読みました。そうか、つわものだもんね、うん、それでこれつわものなんだよと教えてもらって誰かに、うん、そうで、あ、これつわものって読むんだって、うん、そう恥ずかしい話だったんです。で暗い話題だったら頬崩れるだと思います、うん、台風19号を含む豪雨災害で崖、堤防、橋などが崩れました。ものだけでなく我が国の安全神話も崩れました。さらには自然災害だけでなく官庁のデータが入った機器のデータ消去を、業者の担当者がデータが入ったままで機器を横流、ん、あ、横流しだ、うん、横流しした事件などなど信用取引していた業界の信用も大きく崩れましたと、うん、よって今年を象徴する漢字は崩れる、崩壊の方になるような気がしますと、うん、あでもこの漢字だったらちょっと悲しいな、うーん、なんかねあんまりいいイメージないし、ね、だったらつわものであってほしいな うん、うん、ねえ、そうか、まあヘイも、まあそうか、まあヘイもね、そうですよね、そう考えるとなんかちょっとさ、うん、ね、確かに今言いたいことわかりますネガティブなイメージはあるかな、ヘイ、ね、兵隊のヘイだからな、ね、そう考えればよっていう、ね、そういう風に言われると ねやっぱこれ一人一人によって捉え方が全然違いますね。そうなんだよ、そうなの、うん、そしてラジオネームパパラッチオさんからいただいています、はい、僕が今年予想した漢字は、うん、変化の変という漢字です、はいはいはい、なぜなら、うん、2019年大きな変化が多く起こったと思うから、うん、今年は年号が平成から令和に変わったり、うん、消費税が 8% から 10% に引き上げられたり、うん、身近なところに大きな変化があったと思います、うんうん、また今年は群馬県知事選挙に代表されるように選挙が全国的に例年よりも多く行われたため、群馬のように県知事が変わった
等々変化が見られた場所も多いのではないでしょうか。なので今年の漢字は変にしました、うん、あー素晴らしい。うーん確かに令和でしょ、消費税も変わったし、群馬県知事もね、うん、大沢知事から山本知事に変わりましたし、うん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 、いろいろ変わりましたね。まあね変わってるよね。変ってありそうですよね今まで。あ見っけた、2008年。ああ2008年政権が変わった時ってことかな。そうです、日米の政界に起こった変化や世界的な金融情勢の変動、リーマンショックあった時か。あ多分そうですね、物価の上昇って書いてある。物価の上昇による生活の変化いろいろ書いてあるけど、いやこの時は鬼不景気だったような気がするけどな。あ物価の上昇か、そういうことです。物価上昇したのか。世界的規模の気候異変、あ2008年からやっぱり異常気象だったんですね、この辺ぐらいから。うーんはー覚えてない2008年にあるので、うん、でもダブルっていうのがあるんですよ、うん、その2018年の災いも2004年と被るって言ってたじゃないですか、ね、あとね2012年の金っていう字も、そうこれもね2011年で2年連続できてるので、あらこういうのもあったりとかします。はい、はい、BGM が止まりましたね、はい、さあ10秒前ということで、はい、時刻は8時29分を回ります、はい、この後は県内のニュースです。今日は今年の漢字予想で皆さんメールお待ちしております。8時47分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と木村隆です。よろしくお願いします。さあ先ほどちょっとねニュース入ってきましたけど、梅宮達夫さんが、うん、はい、午前7時40分、先ほど神奈川県内の病院で亡くなられたという情報が入ってきました。81歳ということで、うん、ねえとかさ、梅宮さんといったら結構がんということでね、うん、結構6度ぐらいでしたっけね、うん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 、この手術を経験してるなんて結構出てましたけど、うん、どうですか。まあね、まあまあ最近確かにこうテレビで見なかったから、うん、長い闘病生活だったんだとは思うんですけど、はい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 、まあちょっとびっくりですよね。びっくりですね、うん、満身、これ慢性腎不全っていうんですかね、うん、のため亡くなったということなんですけど、うん、去年9月に前立腺がん、うん、で今年1月に尿管がんの手術を受けていて、うん、まあ、これまでにそれ先生とも言ったんですけど6度のがんの手術を経て、うん、ね、いろいろと闘病生活とかもね続けてたということなんですけど、もう梅宮達夫さんといったらもうテレビで見ない日はないっていうぐらい私も小さい頃からずっと見てたので、うんうん、なんならなんか勝手になんですけどおじいちゃんだと思ってたって思っちゃうぐらい、うん、なんか自分のおじいちゃん、うん、まあ、昭和の本当代表するタレントさんだよね、うん、そうですよね、まあ、ここ最近で言うとロバートの秋山さんとかさ、うんうん、こう T シャツこうひっくり返してネタにしてたのでよく見てるっていう、若い子は多分その辺のイメージがあるんじゃないかな、うん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 、なんかもうみんな知ってるよね。知ってますね、うん、梅宮アンナさんとかね、うんうん、お孫さんとかもね、うん、まあ、あのいらっしゃるということでね、でもきっとね、うん、梅宮達夫さんもね、うん、天国から娘さんとね、うん、お孫さんも見守ると思いますので、うん、ご冥福をお祈りさせてください、はい、さあそれでは今日のメールのテーマいきましょう。はい、今日は今年の漢字予想。はい、今年の漢字予想ということで、うん、さあ皆さん今日この後午後2時過ぎですね、うん、毎年恒例の京都の清水寺で、はい、今年の漢字が発表されます、はいはい、ということで今日皆さんに今年の漢字予想をいただいております、はい、ラジオネームキングヤスさんからですね、はい、今年の漢字は新時代の象徴となる文字、うん、新元号から直球で令和の令と予想します、うん、豊さんとこちら同じ予想ですね、うんうん、で私自身の漢字は K ですと、軽自動車の軽とか軽いっていう字、ね、お墓からのメールテーマをきっかけに始めたダイエット、うん、70キロの体重を1キロで、あ、1ヶ月で5キロ落としてからは、横ばいで今は64キロ、
軽くなりました、うん、わー大したことないかもしれませんが20年以上遡ってもここまで軽くなったことはないので、うん、個人的にはやったなと思っています、うん、体が軽くなり心も軽くなったような気がします。あこれ豊さんも気持ちわかるんじゃないですか、ダイエットをしてたから、まあ、僕はそのこの20年間で見れば全然太ってる方なんですけど、うん、太りすぎちゃったんでね、うんうんうん、でも元に戻ってだいぶなんていうのかな、ね、体が軽くなったっていうよりも、うん、なんだろう動くことが億劫じゃなくなったっていうのはあるかな。確かに、うん、あのちょっと朝あの昨日の、うん、昨日のね、うん、夕ご飯を食べなかっただけでも、うん、次の日の朝ってちょっと軽くなりますもんね、うん、食べないとダメだよ。でも食べないとダメかもしれないけど、うん、でもやはりこうなんて言ったらいいのかな、うん、ちょっと野菜にするとか、うん、あそうそうそう調理法変えるとか、そうそうなんですよ、そういう風にするだけで、うん、なんかその次の日の一日が、うん、なんかハッピーになるというか、うん、朝違いますよね感覚がね、うんうん、腹八分目にしといた方がいいと思いますよ、ねうん、いやでもキングヤスさん本当ストイックですね、うん、ありがとうございます、うん、そしてハワイのママちゃんもですねいただいてまして、ゆたかくん、はい、8泊が真ん中だから今年は変化のママは年でした、はい、少しずつまとまってきたようです。来年は最高の年にしたいです、うん、ママはやはり漢字は令和の令だわといただいています。一緒ママ、ね、これも一緒にハワイ行くしかないですね。今日あれですよ、キリさん家で、ね、あのハワイのママちゃんの息子さんの絵があるのでぜひ行ってみてください、はい、15日までで日曜日までなのでお願いします、はい。あそしてすいません、あの全然余談なんですけど、うん、今外見てみたら、うん、うちの赤城団のメンバーのさやきちゃんが観覧に来てる。あらあら、ありがとう、あらあらお母さんと、うん、ありがとう、びっくりした、うん、ラジオネーム富岡のアリオンさんからです、うん、今年の漢字予想はですね、うん、インパクトからすれば、うん、去年と同じ、うん、災いの際になってしまいますが、台風による水害や停電、うん、芸能人の不祥事や闇営業などから連想される、うんうんうん、暗いとかあと黒い、うん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 、っていうのが予想かなって言われています。今までになかったっけ、暗いとか黒いとか。ないじゃないかな。ないね。ただね、1998年に毒っていう字があるんですよ。あね、和歌山のカレー薬物混入事件。毒物ね、毒物の毒。毒物混入事件。ヒ素が入ったっていうんでさ、林真須美死刑囚がさ、知らないか、すげえ騒がれたんだよ。だけどだってまだ4歳だもん。そうだよね、うん、ダイオキシン、環境ホルモンなどが社会問題になっている。あったあった。いや意外とこういう感じって出てくるんですね。あ豊さんどうですか、この1995年から始まって今回で25回目なんですけど、うんうんうん、この感じ25個振り返ってみて、うん、こうどうですか。まあ歴史つうかさ、やっぱだからその年々のもう象徴してるとは思うんですよ、うん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 、まあ90年代は割とこうなんていうのかな、悲惨な言葉っつうかさ、うんうん、あんまいいイメージじゃない言葉が並んでる気がするのね。そうですね。2000年代はなんていうのかな、こうぬるっとしてるっていうか、うん、言い方難しいなこれ。なんかね、でも愛とか入ってますからね。そうそう、優しい感じがするの。まだなんかこうなんていうのかな、2000年に入った、新世紀に入った、期待してるよ、希望もあるよねみたいな、90年代のそれはまあとりあえず置いといてみたいな空気感がある気がするんだよね、はいはい、漢字の中でも。だけどこれがまた2010年に入っていくと、はい、震災とかを経てるから、またちょっとこうなんていうのかな、そこに絡んできてるっていうか、でなんていう、世界情勢みたいな感じもするし、あとお金に関する国内の問題みたいなさ、こうなんか2000年代に結構放置してたことが10年代にやっぱり出てきたなっていうのを象徴してるような僕は気がします。確かに、うん、もっとも、まあ、一覧を見ていただいて ね皆さんどう感じるかなんですけど、2011年のその、うん、東日本大震災から一気になんかこう変わってきてるような気もしますよ ね、うん、ね、そっか。で2018年が災いだったので、今年はね、まあ、何の感じが来るかということなんですけど、優しい感じがいいですね。ねえ、なんかね、逆に明るい感じがいいですよね。エイトママさんからもいただいています、はい、うん、私が思う今年の感じは結ぶです、うんうん、いいですね。いいね、はいはいはい、今年の流行語のワンチーム、チームが一つになる団結力、うん、そして芸能人の結婚が多かったので、うん、この感じかなと思いました。あ、まあ、素晴らしい、いいね、この感じがいい。あーちゃん、私の今年の感じは慣れですと、引っ越しして1年が経ち、環境にも少しずつ慣れてきたのでと。なるほど、なるほどね。わー、人柄が出てますね。俺の今年の感じもこれにしよう。え、豊さん
毒でいいよ毒。結ぶで。俺も結ぶでいいよ。いやいや散々毒入ってきたから毒で決定です。いやいやいや結ぶだろう。結ぶだしょ。無理ですよ。だってまだ結ばれてないじゃん。いやまだだって今年は終わってねえじゃん。もうクリスマスまであと何日だと思ってるんですか。12とか3ぐらい。さけちゃんの言う通りずっと孤独ですよ。かわいそうにいつ結ばれるんです。まあ、人のこと言えないで黙りますけど。ラジオネームルルちゃんからですね、はい、もう災いは2回も選ばれたしあんまりいい感じではない、うん、言語も変わって令和になったので私は令だと思う、はい、でも私が選ぶのだったらねと、はい、令じゃないのよ、うん、令和の和だわと。おおそっちね。穏やかな年にしたいという、うん、結構ね和って来てるんですよ、うん、深谷から来ましたさんも、うん、和という字を予想していますとね、やっぱりあとラグビーワールドチームのワールドカップのワンチーム、うん、令和が変わった和とかだし、うん、そうですね。あとはひーくんさんからも、うん、やっぱりワンチームから和でしょうかと。でも個人的にはハゲですと、うん、昔から堂々とハゲてる人をかっこいいなと思っていましたが、うん、私も今年コセンちゃんにハゲ部入部を認めてもらえたので嬉しかったからハゲという字です。面白い面白いですな。そして、うん、桃爺さんはね、うん、やはり雨水命守るではないかと思います、うん、一つで選ぶとしたら守る、うん、迷惑運転もありました。交通ルールも守りましょう。あ確かに。でも煽り運転の問題が今年出てから、うん、その罰則っていうんですか ね、はい、ね煽り運転をしたらっていうね、もう一発免停とか、うん、結構早かったですね改正変わるのが。逆にだから今までなんでなかったのっていう感じだけどね。まあそうですね、うん、確かにそう言われてしまえば、うんそううん、そしてラジオネーム高崎のパパさんです、はいうん、今年は何といっても言語が変わった年なので、うんうんうん、それに絡んだ感じになると思います、うん、しかも天皇上位によって言語が変わるのは、うん、なんと実に202年ぶり、はい、憲政が始まった明治からは初とのこと、うん、そこで天皇上位の上譲る、うん、これが今年の感じではないでしょうか、うん、何かとね、世知辛い世の中譲り合いの精神でいきたいものですねと。なるほど。いただいております、うん、はい。他にもねまこっちゃんからは、うん新しいことにチャレンジしたいから新という字だったりとか、うんうんうん、トミーさんからもねいろいろいただいています、うん、ありがとうございます。そして、太っちょ塾講師さんからもいただいています。さっき読んだね。はい。でももう一度読ませていただきます。はいはいはい。自分は1だと思います、はい、関数字の1ね、はい、はい。理由はね一郎選手の引退とか渋沢栄一さんに1万冊が決定したりとかしたことです、はいはい、個人的には100です。関数字の100です、はい、体重が100キロを超えたからです。おめでとうございます。いやもっとここいじってよ。なに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 。もう一回だって読んじゃってるからさ。前半部分オチ読まねえんだもん伊藤さん最初。1に対しての100だよこれ。太っちょのこの最高のボケのオチなのにさ、うんね、読まねえんだと思って。そう1続きで違う人の方行っちゃったね。そう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 。だからね読み直しました。読み直しました。申し訳ないです、うん、あそしてさやきからもメールが来ています。ありがとう。お疲れーしょーって来てました。終わり。なんか平和ですね。平和ですか。ありがとうございます。はい、ということで、はい、さあ皆さん今日はありがとうございました、はい、今年の漢字皆さんは当たるでしょうか、うんうん、そのね結果は今日の午後2時過ぎに清水寺で発表になりますので、うんうん、ぜひお楽しみに、はい、ね、いろいろ中継とかもやるそうなのでね、うんうん、楽しみですよね、はい、豊さんは令和の令で、うん、私は関数字の1でいきたいと思います、はい、予想がね予想がね、はい、さあ当たらなかった当たった方は当たらなかった方に焼肉おごるでどうでしょうか、うん、いいよやったなんか自信なくなってきた。はい、というわけで皆さんまた明日お会いしましょう、はい、本日の担当は私磯日彩香と木村隆でした。また明日さようなら。結ぶでいきたいと思います。